令和5年度第1回能力検査18レース少しまた細かい雨が落ちてきました帯広競馬場18レース外詰めの8頭飛び出しています5番クリスタルケルビム外はアソワールドアンパク内は北栄ノーリーカブトエカンこのあたり一段一障害下っていますそれから 4番、阿蘇の雲海8番北勝颯司マネージャーが最後全馬一場外を降りていますさあ、先頭2番、兜栄館ですが騎手が一旦反そりから降りています外は7番阿蘇ワールドこれが先行して一日障害の中間一旦止まります その後ろ、5番、クリスタル・ケルビム、刻んで、さなく、うち1番、北坂江ノーリー、4番、阿蘇の運回、続きます。その後は、8番、北勝早手、6番のワンパク、外、北勝早手、秩父は新種母馬、北勝メジャーです。 それから3番、司マネージャー。つかさマネージャー。いとこには青のブラック、そしてゴールドハンターなどがいます。間が空いて、2番、カブトエカンは止まっています。他7頭1、2障害の中間を過ぎています。さあ、間が空いて、1番後ろ、カブトエカン。藤本匠騎手がまたソりの上に戻っています。 さあ前は2勝害の手前7番、アソワールドが先頭で来ました前半1分48秒で来ていますクリスタル・ケルビムが2番手で来てさあ7番、アソワールド第2障害登っていきます一歩一歩、活気よく上がってきましたアソワールド先頭で2勝が下りましたその後グイい,いっと上がっていく5番クリスタル・ケルビム これも止ままらず2番手で2障害をりますその後外8番北勝颯坂の中腹止まってこれをかわした6番、ワンパク3番手で下りましたさあ前は残り20を切りました7番、アソワールド先頭です6馬身のリード2番手5番クリスタルケルブムまた開いてワンパクです7番、アソワールド1着 2番手、残り10を切って5番、クリスタル・ケルビムがいきます残り2 3メー,ター5番、クリスタル・ケルビム2着そして6番のワンパク、ほう進めます残り2 3メー,ター6番、ワンパク3着あとは残り10のところ北栄ノのリうんと詰まってその後ろは8番、北勝早颯。 三番、4番手2頭並んでいますが外8番、北勝颯とゴール直前止まって内1番、北栄のんこれも止まって先に北勝早手入線その後北栄りゴールしていますあとは残り 30m のところ4番、阿蘇乃海座っています。 離れてカブトエイカン、つかさマネージャーが2勝外を下っています。18レース1着は7番アソワールド。